佐藤良造は、秋田県北秋田郡上子ア村、八木沢集落最後のマタギ。玄海集落、八木沢の元実会長。1924年、秋田県北秋田郡上子アニ村座八木沢座、西山下に生まれた。先祖は、兄、猫マタギの組頭全米マタギ。集落に伝わる、古文書、先祖代々記によると、江戸時代後期の1813年。 またぎ発祥の地とされるアニネコ集落から村田、徳助ら若者三人が移住、定着した。佐藤は、そのうちの一人、佐藤七左衛門から数えて六代目にあたる。山の主と呼ばれた大熊を仕留めた佐藤。1966年12月、上子アニ村で撮影。第二次世界大戦前からエ林リ書で働いていた。1948年、 中国から福音し、再び英林リ所で働くようになったが、秋田杉の売れ行きが良かったために独立し、佐藤の木材会社は、トラック7台、作業員20人の規模にまで成長した。10代から狩りを始め、木材会社を営む傍ら、村田重を手に若い子を引き連れて、山に入って仕留めた獲物は100を越すと言い,い、自宅には、熊、天、 バンドリなどの獣の剥製や毛皮が飾られている。1966年12月、長男ら二人の若者を引き連れた佐藤は、体長約2メートル、体重200キロ越の山の主と呼ばれていた大熊を仕留めた。獲物の肉は集落の人々に振る舞われたという。鉄砲の玉を自分で作り、743の山歴。2009年春。 渦模様が刻まれた黒い二連発銃を地元北秋田警察署に返納し、現役マタギを引退。息子は8人いたが、誰も後を継がなかったため、八木沢で200年続いた伝統的な狩猟文化は姿を消した。2012年8月29日、佐藤の申請に基づき、佐藤の所有する八木沢マタギ狩猟用具5点が、 神子谷村の有形民族文化財第1号に指定された。三角中形状と溝が特徴のマタギ熊りは、新潟県にかつてあったマタギ集落奥3面で購入されて、七左衛門から佐藤まで代々受け継がれてきたと見られている。秋田県上小谷村八木沢集落。2010年3月撮影。 上小兄村が過疎化対策として採用した地域おこし協力隊の二人を限界集落、八木沢地区の自治会長として受け入れ、荒れ放題だった田畑の復活や、急病人の病院への搬送などを期待しているとし、農地が蘇り、今も農裏に焼きついている万楽が復活できれば、夢のよう。二人の活躍が住民生活に大きな刺激を与えていると評価した。2012年。 神子アニ村で開かれた地域おこし協力隊に関するシンポジウムに出席し、二人の活動を称える発言をした。2010年、神子アニ村は山菜取り目的の入山者から入山料の徴収を始めたが、佐藤はそれに加えて、里山を守るためには、三本のうち二本は残す、小さいのは取らないなどといった集落で守られてきたマナーを入山者に伝えることも大事だと訴えた。 2012年、八木沢の棚田や蔵、廃校などを舞台にした芸術祭、大地の芸術祭上小兄が開かれた際には、集落が活性化することへの期待を表明した。2009年春、佐藤はマタギを引退し、八木沢マタギは消滅した。同年夏、そのことを知った佐藤の三男である吉見は、八木沢マタギを語る会を発足させた。ヨシは、 小学生の頃は両蔵が仕留めた熊肉を集落の格好に配り歩くなどしていたが、また庭は継がずに大学卒業後は秋田市内の会社に就職していた。20代の頃から山に入っていたが、狩りではなく気象長獣の生態を調べことを目的としていた。吉見は父の引退により、八木沢の伝統文化が失われてしまうことを憂い、八木沢又木の歴史や、 ルーツに迫る調査を始めた。そして、ヤギサワマタギを語る会を発足させて、資料文化の歴史を構成に語り継ぐために、毎年10月15日を、ヤギサワマタギを語る日として、2009年から、佐藤の道具や仕留めた毛皮を使ったマタギの解説を、秋田市の公民館などで開催している。ありがとうございます。